これこっち解放してないんや。あー、お前の天気そういえばもうあれやか、キャラエピソード出てんのか。うん、これな、あのクエストクリアするの意外と大事なんよな。あ、そうなん。そう、合体必殺技とか使ったりする。ただちょっと面倒くさいけど、ゴブリン俺の荷物を盗みやがった。その辺はもう今すぐやらんでいいから。で、拠点に帰って。はい、難なくできたわ。リベットクソ言うな。はい、なんて、こういう時は素材を奮発してくれるから憎めないのよね。強度も増したわよ。リズベット、ありがとうございます。ありがとう。すごい、元通りだ。カイナン殿にも素材のお礼を言ってこなくては。きっと素材も高いはずなのに。感謝を伝えてきます。あんなに喜んでくれるなんて、よかったな。ありがとう、リズ。助かったよ。ねえ、キリト。私、やっぱり、ダークテリトリーと戦争したくないなって、今、再認識しちゃったわ。どうした、急に。だって、カイナンもドロシーもいいやつじゃない。暗黒界は悪いやつが多いと思ってたけど、そんなの人界にだっている。人界も暗黒界も、抱えてる問題が違うだけで大して変わらないと思うのよ。お母さんの肩身が壊れたら泣いちゃう女の子、いつもがめついのに、こういう時はただで素材をくれちゃう商人のおじさん。私、あの人たちと戦いたくないわ。リス。だからそのあれよ、戦争回避、世界平和、いいよね。だ、戦争回避、世界平和、だな。フラクトライトになんか攻撃性が加えられてるみたいな話あったよな、暗黒界の。ああ、うんうん。カーディナルか。それどこ行ったんやろ。リト、人によって違うんやろか。キリト、どう。そうじゃ、聞こえるか。今どこにおる。カーディナル君、ダークテリトリーの中にもう入ってる。オブシディア城へはまだたどり着けてない状況だ。今の時点でも結構いろいろ起きてるぜ。報告していいか。ふむ、どうやら思っていたより困難な旅じゃの。大地も広大で魔獣もかなり強いと。そうじゃな。ドロシーに死者の数を増やしてもよいか聞いてくれ。問題なければ追加の人員を補充する。わかった、そうするよ。キリトさん、キリトさん、また私の笑顔のお礼をもらいたくないですか。こいつ飯でも何でもいいからおれよって言っても押し売りされるやつだよな。もう
キリトさんったら、私のこと分かってきてますね。山ゴブリン族領で買い付けのお使いをお願いしたでしょう。今度は平地ゴブリン族領で商品を確保しに行きたいんですよ。まだオブシディア城からの返事も来ないですし。了解。次の目的地は平地ゴブリン族領だな。こっちも頼みたいことがある。増員が来るからもろもろ手配を頼むよ。数日後、和平使節団の第二陣が無事交易街に到着した。ヤツゴブリン族に行ってこいと。してくださいよ。もちろんです。さあ、元気よく参りましょう。あ、チームメンバーの追加。あ、てかこの空来たんやったらこの空でいいじゃないの。確かに、ほんまそうや。エルドリーさん、やることないかな。デスレバースさん、サウザンのレイン使いにやったっけ。レインってどうする。君と一緒なら負けないよ。ここはもう解放してた。バックだけ開いて、どっから行くんだっけ。もう覚えてなさすぎて、なんかね、こっから行けたような気がするんだけど、飛べへん。え、飛べへんか。そんなわけないか。さすが飛べるか。せやな、飛べるな。危な、マップ越えそうになったわ。H ゴブリンドでもこっちは来たところだから、まあ、一応こっちに飛んだ方が両方置いてるって。創世神ステイシア。では、逃げないで、あ、手当てろ。危なぁ。置いて、こっちで合ってるよな。合ってるわ。危ねぇ。イランマップ1個超えされたもんな、今。いいね、意外とサクサク進むな。そうでもないか。そうでもないか。そうでもない。ストーリー長いから。長い。長い。皆さん、ほらほら、早く早く、平地ゴブリン族領が我々を待っていますよ。おい、あんまり先に行くなよ、危ないぞ。フラグの塊なんですけど。長く生きていれば大抵のことは予測できるんだが、ダークテリトリーを歩き回ることになるとは思わなかったな。そうですね。そしてダークテリトリーの商人にこき使われるという屈辱の事態を味わうとは思いませんでした。すみません、すみません、カイナン殿が、すみません。何、司祭なし。交易外で待機しているより、この地を巡り
強き魔獣を射る方が腕もなまらなくてよい。いいやつや。それにしてもです、我々聖号騎士を何だと思っているのか。騎士様、ドルシン怒らないで、怒っちゃやだ。勘違いしないでくれ少女よ、彼女には怒ってないぞ。おい、ドロシーとサライをいじめるなよ。いじめてない、私はあの浮かれて歩いてる男にだな。あ、すみませんすみません、私とサライが、すみません。いや、なぜ君が謝るのか。君は謝りすぎだ、もう謝るな。あ、すみません、あずみ、ドロシー殿のせいでは、彼には聖号騎士への怯えはないのでしょう。単純に人手が増えたくらいにしか思っていないのでは。このダークテリトリーでもさ、聖号騎士って有名なんやば、クソ強いやつらっていう感じの、まあ、あれはあの、いや、今回の買い付けは量がたくさん見込めるな。しかも人件費ただ、最高ですわ。ルンルンルルルはい、なんか獣出てきた。SAO のゲームさ、意外と虫好きの、虫好きじゃないわ、虫嫌いの人にはちょっとしんどいかも。カイナン殿、言わんこっちゃない。虫のモンスターめっちゃ出てこっちゃう。ありゃ助けた方がいいのか。あれでも大切な仲間なんだよ、みんなで助けよう。早すぎねえな。あー、防御力が低いっていうわけでもないと思うんだけどな。皆さん、ありがとうございます。怖かった、か弱い私が魔獣の毒牙にかかるところでした。キリトさん、もう私を離さない。きつく抱きしめて。返事する前に抱きつくなよ、というか締めるな。本当にか弱いのか、腕の力すごいぞ。でもこいつ意外とレベル高そうじゃない。まあ確かに。なるほどな、なんか憎めねえやつなんだってことは分かったぜ。ダイナいいやつ、たまにお菓子くれるよ。よし、お腹減ってきたね、お菓子食べたいな。ん、そうか、ジャオちゃんには後で俺がなんか買ってやるよ。やった、あのね、甘いのがいいな。サライ、ベルクーリ殿にそんな。現地の食べ物を買う分には問題ないだろう。毒なんて入れやしない。いえ、そういうことを言ってるのでは。さあ、いい加減先を進みますよ。平地ゴブリン族領はもうすぐです。さっと進むで、あ、ファストトラベルをな、一個見逃しちゃうとな、とんでもなくなるから。まあ後で。さあ後で戻ってくるのだるすぎ。バオパの不樹金塊。
3秒おったら感染しそう、なんかに。ああ年金の森が広がっている影響のためあちこちで濃い瘴気が発生してます。確かに生活するには不便ですが攻め込まれにくいと。なるほどよう、このとこに進むよな。確かに。そうなんじゃん。ハンダーワールドの地形ってさ、ランダム、なんていうの、ランダム生成なんやろうか。やれやれ。まあ、こういう気候に設定して、うん、こういうもん置いときますみたいな感じなのか、あの研究者たちが。ナイトメレイン強いな。無視規制だけ。覚悟を決めて始めよう。レベルの技敵によってさ HP の差がありすぎるのマジでなんだやろ、まあまあ、本当に気になるわ。されてるのか強制的に。ちょっとファストトラベルだけ解禁させてくれ。よし。やばい。HP が。ありせな。そうか。何も言わずにこれ使わせればいいか。便利。賢者の街灯ちょっと宝箱だけか。この入り口のさ、うん、ファストトラベルだけ解放したいんやけど。あ、なんかちょっとこれやめて。確かにな、めんどいなそれ。あ、確かにな。これ10やもん。やってんでも。やっとんの。させてくれ。上辺いっぱい。ファーストトラベルだけ買い物してくれ。めんどくさいんや、後でこっち来んの。
ちょっと。君と一緒なら負けないよ。あれやな。隠れるスキル欲しい。こっちから。ない。なんか。あると思う。ありそうやな。